こんばんは、坂本龍一です、すごく気楽に聴いてください。映画音楽っていうのはその倒し点でこういうことやれみたいなことをね見せてくるわけですよ。不自由ですよね。タルコスキーの中の水、あるいは真水だけではないんですけど、風の音もしてるし、それが歩く仕事とかいろんな音が豊かですよね。本当に深くケアして音のことは考えてたようですからね。I'm fishing the sound.見て見ぬふにするっていうのもとても僕にはできないことですから。音楽やそういう文化っていうのは平和じゃないとできない。声を上げない日本人で40年くらい、まあ割と静かだったわけです。反対です。津波をかぶったピアノがあるという話が出てきたんですよね。どんな音がするのか興味ありました。まあ今後本当にいつ、ね、何年生きられるか分かんないから、まあいつ行っちゃってもいいように恥ずかしくないものをねもう少し残したいと思ってますよ。仕事、音楽のね。